皆さんこんにちは。天体3分チャレンジのお時間がやってまいりました。今日も宇宙に浮かぶ天体を3分で解説しちゃうよ。皆さんカップラーメンにお湯は入れましたか？ではラーメンの出来上がりを待ちながら宇宙を知ることができる天体3分チャレンジスタート。今回解説するのはこちら。天体ガチの兄貴や姉貴ならもうわかるよね。そうだね、エロスだね。そこニヤニヤしない。エロスは小惑星に分類されててね、その中でも地球近傍小惑星に分類されているんだよね。地球近傍小惑星って何かって？これはね、軌道が地球に接近する小惑星のことでね。今現在1万個近い小惑星があるよ。そんなにあったら地球が危ないんじゃないかと思うかもしれないけど、今のところ衝突の可能性がある小惑星はないよ。地球近傍小惑星よりもさらにいずれ衝突する可能性が高いものをピックアップしたのが潜在的に危険な小惑星というカテゴリーね。今回解説しているエロスは2012年1月に地球まで2708万キロまで接近したね。公転周期は 1.76 年なんだけど、次回に地球へ接近するのは2056年頃になるよ。これは地球も公転してる関係だね。タイミングの問題ってやつだね。2056年だから今見てるおっさんおば。下粉。紳士淑女の皆様はその頃も健在かどうかってところかな。ちなみに私は無理です。寿命に自信がありません。地上性が見えます。そしてこのエロスという名前なんだけど、1898年にドイツの天文学者であるカール・グスタフ・ビットが発見して命名されたんだよね。名前の由来はギリシア神話に登場する恋心と性愛を司る神エロースから来てるね。恋心と性愛と聞いてもしかしたら勘違いしている人がいるかもしれないから念のために言っておくけど、エロースは男性だからね。そんなエロスを宇宙望遠鏡やニアという人工衛星で観測したら、詳しい形状と自転周期が判明して、およそ 5.2 時間で自転していることが分かったよ。形状の観測でエロスの地形にいろいろ名前が付けられているんだけど、日本の名称が付いているのは源氏と富士壺ね。エロスが恋心と性愛を司る神にちなんで命名されているということで、源氏物語から名前を付けているね。源氏も富士壺、どっちもクレーターについているよ。そんなエロスは細長い形をしている関係で、地点や軌道によって温度が違ってね。太陽に接近する頃は日の当たるところで100度くらい、当たらないところだとマイナス150度くらいだね。人間にとっては厳しい環境だね。これだけの温度差が出るから当然大気もなくて、表面重力もほぼほぼないと言っても過言じゃないよ。ちなみにこのエロスはどのくらいの大きさだと思う？小惑星としてはなかなかの大きさで、地球近傍小惑星の中では2番目の大きさなんだよね。一番大きいのはもう皆さんご存知のガニメドだね。全長だけで言えばエロスが 34.4km、 ガニメドが 31.6km で、エロスの方が大きいじゃんってなるんだけど、エロスは見た目通り細長い形状だから直径や質量ではガニメドの方が大きいんだよね。だからエロスは2番ってことで、まあ地球に比べたらちっこいちっこい当たり前か。というわけで今日も地球のおかげでラーメンがうまい。やっぱり地球一番ラブ&ピースってことで終わり。閉廷以上、みんな解散。